皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマはどんな状況でも継続できる強メンタルを持つやらないことのメリットとはということについてお伝えしていきたいと思います、えー、継続は本当にいろんな事業を成功させていく上でとても大事な要素の一つと思っていますで実際に周りをずっとそうですね 10年近く、まあ、いろんな方とか活躍してる方とか見ているんですけれどもそういう方たちって必ず何か一つ、まあ、特に自分の得意なものとかそれを継続絶対にやってます絶対にやってるまあ、例えばそうですね作家さんとかでずっと名を馳せている方とかは例えば年に 2冊3冊5冊10冊とかをどん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 書いていったりそれをやめることもなく淡々と書いていく、まあ、プロ作家みたいな、ね、方とかもいらっしゃるし作家じゃなかったとしてもブログとかをやっぱ10年書き続けるとか何,何かをまるし続けるみたいなね何年し続けるとかそういう方たちっていうのは一定のファンもつきますし。 その主張がぶれることもないのでこう強固なメンタルを自然に持つこともできたりするんですよね。この強固なメンタルを持つとビジネス上ですねどんなメリットがあるのかつまりやめないということはどれだけのインパクトがあるのかっていうことを私自身の体験も含めて今日はお伝えしていきたいなというふうに思ってますはいではね本題に入ります この話をしようと思ったきっかけは実はあの2人の、ね、クライアントさんの件があります私も自分で過去に経験したことがあるのでそれも合わせてお話しするんですけれどもあのまず1人目の方はですねあの、まあ、独身なんでねいいとは思うんですけれども、えー、っと失恋ですねはいまあ,あの気持ちは分かります私も、 あの今はねそういうことは特にないですけれども若かりし頃とか結構ね恋はね情熱的にする方だったんですよだからあの、まあ、別れるいろんな事情があって別れるじゃないですかで別れも自分から言う場合もあるし相手から言われる場合もあるんです、まあ、どっちが辛いか微妙ですけどね 振振る方と振られる方うーんまあでもやっぱ振る方が痛手は少ないのか振られる方がダメージが大きいかもしれないですねもしかしたらでまあまあ、まあ、まあそういう話はさておきでそうなった時とかにやっぱりすごくその時間をね大事に過ごしていたりとかするとぽっかり穴が開くしやる気が起こらないっていうのもすごくねよくわかるんですよ でその、まあ、クラウンドさんの場合には、まあ、失恋がねきっかけであの授業ね結構うまくいってたんですよだけどうん気持ちがやっぱ乗らないと SNS も発信できない何もできないかにも,もできないっていうふうになっていくとですね、まあ、想像つくと思うんですけれども例えばその方のことが好きでいいなと思っていてファンの方がねついて一生懸命 発信の内容をよく読んでたとしてもある時ピタッと止まっちゃうわけですよねでそうするとあこの人も今やらなくなったんだなっていうふうに思えば、まあ、例えば何かを知りたくてその人を追っかけていたとしたら、まあ、違う人に行きますよね発信を見に行くとか使ってた時間をその人のために使うんじゃなくてでしかも何かそういう教室とかねもしやってたとしたらその教室とかも閉鎖しちゃっていたりとかしたりすると。 もうやってないのかなと思えば、まあ、人って自分の欲求を満たすためにいろんなものを探すわけですから、まあ、他のとこ行っちゃいますよねそうすると、まあ、当然そのしばらく止めていた、まあ、例えばそれが3か月なのか4か月なのか止めた数か月のものなのか1年間によるダメージの大きさは全然変わってくるんですけど基本ピタッて止めてしまうと。うん復帰しようっていういに ほぼその当時にいた人たちがほとんどいなくなってる可能性が高いんですよ今の世の中だと。だから、あのー、すごくですねもちろん、うん、まあ鋼メンタル強メンタルっていうのね持つのも特に若い頃とかは難しいんだろうなっていうのはあのー、理解はできるんですけれどもあのとにかくね あの一投稿でもいいからちょっとこう元気になる隙を見て投稿するみたいなぐらいにしておく方が数か月後復帰しようって決めた時にダメージがそこまで大きくないんですよであのこれがダメージ大きかったっていうふうにしていい加減どうにかしなきゃっていうふうに気付くのはお金がなくなくった時ですまあ当たり前なんですけどね仕事だってあの。 積極的な集客活動に近いような SNS の発信とかをよくやっていてやっている場合にはね SNS で中心に動いている場合はですよ違うやり方でほぼ安定的に集客できているという状況を作れているのであれば問題ないんですけれどもそうじゃない時とかだとするとそれを止めた瞬間にやっぱりもう終わるわけじゃないですかで新しい人を、ね、集め直さなくちゃいけないんですよ。 つながっていればまだ見てもらえてたんだけれども新しい人を集めなきゃいけないゼロスタートに近いお金はないで心は焦るだから三十苦に近い状態でリスタートしなくちゃいけなくなるんですよだからこの未来がもしも見えてるのであれば その多,少多少心がね辛かったとしてもなんとか気持ちを切り替えて細々とでも続けている方がドーンと落ちた時のダメージからの復活よりもはるかに痛手が少なく復活できるのでやめないっていうのはすごく大事だと思うんですよね。あとやめないことをしているうちに違う道が見えちゃったりとかねしてこれはこれでいいですけれどもね。 でなので私もあの、ね、失恋とかってした時とかって時間を持てすすんですよだって、ね、それこそ彼氏と会うために時間を作りですね週末ほとんどそういうような時間を作るために1週間頑張って、ね、やってるわけじゃないですかそれが全部空くっていうともうそのなんてう喪失感っていうのはすごいあるから。 そういうういい時にね新しいこと始めちゃうんですよ私資格取るとかねそれもしめちゃくちゃ難しい資格まああってもいいかなって思うような資格とかだったりしてもう3ヶ月びっちり土日12時間とか15時間とか勉強したりとかしてうんあと平日もね会社の夜とかもあのデートしてたりしたのもいならなくなっちゃったりとかね するとそういうあの、ね、勉,勉強法っていうか <laughs> それもそこに当てちゃったりとかして資格を取るみたいなねそういうのをすごく頑張ってみたりとかそういうことをねやるとどういうことになるかっていうと、まあ、資格取れちゃうんですけれども <laughs> まあその取らないですよ普通だったらそんなに時間かけて一生懸命やるような資格って。だけど、まあ、ちょっと半分やけになってるからね。<laughs> そういうので取っちゃったりすると、まあ、何かの時に役に立っちゃったりするわけですよだから転んんでででもタダで起きなない女なんですけどね私の場合それがその実際の授業の時に、まあ、どうなるのかっていうことを考えた時とかにあの失恋ではないのですがやはりこう実家の方でのごたごたがあったりとか精神的に、うん、やっぱりちょっとしんどいなっていう時に。 ブログがやっぱ書けなくなった時があってほぼ毎日書いていたのが月に4日しか書けなかった時があってでそういう状態がたった私の場合1か月なんですけどねその1か月それだけこう発信を落としたダメージ3年目とかだったんですけどでそれがやっぱりその後三3か月後です遅れてくるんですねそれが出るのがあの予約が止まったことがなかったのに初めて1か月予約が止まった時に ゾッとしましまたからね、うん、何が原因だか分からない要は時間軸がずれちゃってるから分からなくてですね後でそれだったんだっていうブログを止めてたからなんだっていうのは後で分かったんですけどねあのやらなかったことは後に出るっていうのはでそこからまた巻き返しすっごい必死に頑張って発信めちゃくちゃ増やしてで埋めてってまず、あ、3ヶ月で回復したんですけれどももうねその時の教訓で あのどういう状況であっても最低限のところのラインはもう守り続けるっていうのをもう決めたんですよ、その時にもうあのゼロに近い状態から這い上がるの特にあのゼロに近い状態ってエネルギーきついんですよやっぱお金も入ってきてないので,で焦ると、その焦りって文章に出たり発信に出ちゃうんですよなるべく抑えて私、発信してましたけれどもね。 しらぬ顔してでも,もう心の中はめちゃくちゃもうやばいやばいっていう油汗状態でねやるああいう思いはもうしたくないとかって本当に思うぐらい大変だったんですそれ以来もうね手は止めないっていうのを決めましたまあ想像、ね、してもらえればわかると思いますけどやっぱりこう止まっちゃった状態から歩き始める一歩目って大変じゃないですか。 ま、マラソンとかもしかしたらそうなのかもしれないですけど、その自然とこうリズムができているところにこうそのまんま行くと割と簡単にね。動きが次の足が出て、次の足が出てっていう一歩目が大変っていう。それをもう一回やることになっちゃうので。まあ、音楽の練習とかもそうなのかな。まあ、だ,だいぶね。慣れてきたので。 うんもしかして1週間ぐらいでもそこまでコンディション変わらないかもしれないですけどやっぱ前とかは3日空けないようにしてたのはあのサックスの練習なんですけどねそれを空けるとやっぱりねそれを分かっていたのでそこもなるべく淡々とやるってやって、まあ、5年になりますけれども。うん、け継続って やっぱすすごい力なんですよねだからそこはねあのどんな状況でもやってほしいなって思うんです細々とでもいいから。で同様に、あのー、やっぱりこう精神的にちょっと参っちゃうねトラブルとかがあってそれがきっかけで体調を壊してしまってでやっぱりちょっと発信とかほぼしないような状態になっちゃった時にやっぱ売り上げが激減した方がいらっしゃって。 でそ,そこからまた、ね、強い意志を持ってはい上がるんですけれども、まあ、本当はそこまで落ちない状態で半減ぐらいまで保ててればまだ上がるのは楽なんですけど5分の1とかぐらいまで下がっちゃうとですね うんやっぱりその焦りの中でやらないといけないので結構マインド的にもしんどくなるから <laughs>、まあ、しんどさを前にやるのか後ろにやるのかっていうのはすごく悩ましいところではあるんですがやっぱり私はね淡々と継続するもうこれに尽きるなって思ってます特にあの自分の得意領域のお仕事に関してはですね私も YouTube も,もう11年ぐらいやってますけれども。 あのー、途中頻度は下がってもやめるっててはしてないですね、はい、やれる時になるべくやるようにしてやってはいるでやっぱりこちらをねきちんと見てくださる方が信じてくださってまあこうやって見てくださってる方とかもね、あのー、私っていう人間が多分、うん、一貫してね言ってること変わってないと思うんですよお,おそらく。 あの例えばじゃ昔の私のビデオとかビデオっていうか、ね、あの動画を見ていやもう継続なんかしなくていいですよなんてことは絶対に言ってないですよ10年変わらず同じこと言ってます、うん、だからその変わらない方がいいものとあの時代の変化に合わせて変わっていく方がいいものといろいろあるんですけれどもその自分の感覚とか感性とか 真ん中に置くものっていうのはやっぱり芯がぶれないっていうのは信頼される大きな要因になるしそれを表している継続の発信っていうのもやっぱり大きな財産になるので継続しているだけで人はね信頼されるのでこれできない方はあのダメだとは言わないんですけれどもやめてしまうとお金もなくなってそこからの這い上がりはやめないことよりも大変です。 はい、なのでそ,そこをねあのコントロールしてもらえるといいなと思ってあの今日はこちらの動画を撮りましたもちろんさっき紹介したねお二人の方は私応援してるんですよだから並走してまた引き上げるのを手伝うんですけれども手伝うっていうことはその手伝うのを受け止めるメンタルを私がも持つっていうことになりますつまり私は私1人の分のメンタルを 補完すればいいわけじゃなくて、えー、くじけそうになっている何十人もいる私のクライアントさんのメンタルを丸ごと引き受けてそれを改善の方向に向かわせていくっていうことは私自身が一番いい状態にそれこそ調律されているまあ中央の状態ですねなってないといけないと思っているのでなるべく、あのー、淡々と。 何か継続してていいくっていうそこはすごい意識しながら動いているのであの継続が苦手な人はぜひその将来のメリットですねやめないことのメリットの方がやめることの、えー、落差加減よりもはるかにはるかに大きなものがあるのでそれを天秤にかけてちょっとこらえてみるっていうねあの決断の一つのう アイディアとしてお渡しできればなと思ってお話をしてみました、えー、ぜひですねそんなことを考えてみていただければと思いますどんな状況でも継続できる強メンタルを持つやめないことのメリットとはやめないことのメリットはややめてしまうことよりも続けることの方が売上も上がるしお客様も その場にいてくださるので将来に向かってのメリットが5倍以上あるからですはい、以上になりますそれでは